はい、というわけで王様戦隊キングオージャよりプレ版限定デラックスキングオージャゼロのレビューいかがだったでしょうか。見事にね、黒と金の色で統一されてますね。まあ、通常戦隊って子供の興味を引くために原色バリバリの5色が合体するというのが基本なんですけども、こういった形でね、ブラックバージョンっていうのが結構出ることがあります。で、本編に出ないパターンが結構多いんですけども、キングオージャはね、今回ちゃんと本編にも出てるっていうのがいいですね。この金と黒のカラーが高級感あっていいですね。基本的な仕様はキングオージャと全く一緒で、色だけが違う感じですね。この三大シュゴッドのゴッドカブト、ゴッドサソリ、ゴッドバットと合体させて、ブラックバージョンのレジェンドキングオージャにすると、もう色がバッチリ揃っていてかっこよかったですね。この後にも、タランチュラナイトのブラックバージョンが発売予定で、でそして、メッキバージョンのキングオージャについてくる、このスネイルガトリングと、このローリングハンマーがね、金色になってついてきますので、それを全部くっつけるとね、カラーの統一されたゴッドキングオージャを作ることができますね。今からそれが待ち遠しいですね。はい、というわけで今回の動画は以上になります。この動画が良かったなと思った方はチャンネル登録や高評価、 X のフォローなどよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ラースバでした。